まあ僕がその、一緒に新潟でやった時は、まあコーチという立場だったので、まあそこまでその、なんていうんだ、チームの戦い方とかを僕らにこう話をするっていう機会はなかったですけれども、やっぱりその、ポジション別のトレーニングとかでやるときは、まあやっぱり細かい指導はしてくれてたので、まあそういう、もともとそういう感覚はある方なんだなとは思いますけどね。どういう方でしたか、その新潟での2年間っていうのは。まあ、ヘッドコーチっていうところで、まあ、監督と選手をこううまくつないでくれるっていう役割はあったのかなと、なんですかね、こう、まあ、インタビューとか見せてもこう人柄の良さっていうのは出てると思いますけど、やっぱりこう選手に対してもすごくこう、まあ、接しやすく接してくれましたし、だから選手も逆にこう信頼していろんなことを話せたなっていうのはありますし、やっぱりちょっとね、監督と選手って少し距離を取られる監督もいるんで、まあそういう中に入ってうまくコミュニケーションを取ってくれて、まあ、監督との、橋渡し、スタッフとの橋渡しっていうのをすごくやってくれたなっていう記憶はありますね。なんかそのあたりがもう今の日本代表もかなり垣間見れるというそうですね、選手もやっぱりこう信頼してるなっていうのはあると思いますし、その森保さんの色というかね、そういう、こう一体感を作って戦っていくっていうのは、やっぱり今の日本代表にもあるんじゃないかなと思いますね。なんかこう覚えてなかったら結構ですけど、森保さんの言葉とか、なんか思い出なのか、何かあったりとかしますか、その印象深い。まあ、そのトレーニングでね、そこまでこう、印象深いっていうことはないですけど、まあ、ただ、ボランチとしてね、いろんな話はさせてもらったなっていうのはありますし、まあ、新潟を離れるときに、森保さんが離れるって決まったときに、ちょっと話をさせてもらったのは、まあ、自分もこう長く新潟に在籍してて、まあそういう選手がこうチームにいるっていうのはすごくいいことだと、まあ、森保さんは離れてしまうけど、まあ、長く新潟で頑張ってほしいなっていうことは言われたのを覚えてますね。じゃあこうミスターアルビレックスがいるのも森保さんのその言葉もあったからみたいな。まあそうですね、まあ、森保さんもね、現役時代、広島で長くプレーしてましたし、やっぱりそういう、選手がいるっていうのはこうチームにとってプラスになるっていうことを、まあ、森保さんも感じてたからそういうことを言ってもらえたのかなという気がしますね。まあ、そんな本間選手ですけども、結構その試合前、要は大会予選なんかで、森保采配どうなのとか大丈夫なのみたいな、こう世間のこう声もあったじゃないですか、いろんな。あの辺りのどういうふうにこう見てたりとかしました？まあ、正直なこと言うとね、監督ってやっぱそういう職業だと思うんで、やっぱりこう、なんかこういいこと言われるよりも、そういう言葉、ちょっと厳しい意見っていうのはどうしても多い職業だと思うんでね、まあ多分そういうことも理解した中で、やってる、まあ、偉そうなこと言ってるかもしれないですけど、まあ、そういう覚悟の上でね、やっぱり代表監督っていうのは、やらなきゃいけないっていうのはあると思いますし、逆に僕なんかそんなね、プレッシャーには勝てない、できないですけど、やっぱりそういう本当こう芯の強さっていうのはね、持ってる方だなと改めて思いますし、やっぱりそういうのがあると選手ってやっぱ一番よく見えるというか、この人についていこうっていうのがあると思うんで、まあそういういろんな意見はあったと思いますけどね、やっぱりそこの選手との信頼関係っていうのはあったと思うし、やっぱりそれがあるからこそこう選手もついていくし、結果出せるしっていうのがっていうふうに思ってたので、まあその予選も厳しいタイミングもあったと思いますけどね、そんなにこう心配することなくっていうか、まあ、絶対に結果出してくれるだろうなと思って見てましたし、まあ、それがね、昨日の、ドイツ戦で出たんじゃないかなと思いますね。なんかもう結構みんな手のひら返しだなっていうふうになんか言ってこういろいろ言ってましたけど、やっぱりこう信じてましたから、そういうふうなこうやってくれるだろうっていうのは。まあね、やっぱり一緒にやってたし応援したいなっていうのもありますし、やっぱその中でこう一緒に話した時間もあったし、まあ、あとはその広島でね、監督やってる時もそういう雰囲気、一体感っていうのはやっぱり、まあ、今千葉選手がね、うちでやってくれてますけど、まあ、そういう中でも雰囲気、やっぱり僕らも戦いましたけど、
その一体感というのはやっぱすごいあるチームだなっていうのはね思ってたんで、はい、まあ、それが本当にこう代表にも持ち込んでくれてるなっていうふうには思いますね。なんかね、あの国歌が流れた時も森谷さんこうもう涙目でこうね、はいはい、泣いてるような感じで、やっぱり相当プレッシャーがあったんだろうな。いやあると思いますよ、それは。僕らが全然想像もできないようなねことがたくさんあると思うんで、まあいろいろ、まああそこまでとりあえずねたどり着いたっていうことと、ここからまたもう一つ勝負が始まるっていうね、いろんな思いがあったと思うんで、本当にこう初戦結果出してくれてよかったなっていうのは思いますね。これ日本代表、まあ駒さん的にはどこまで行ってほしい、まあどこまで行くとこう思っていらっしゃいますか。まあ目標がね、まずはそのベスト8っていうところはみんながこう持ってると思うんでね、まあ昨日の試合を続けていければそこを突破できる可能性がすごくあると思いますし、まあ、本当にねこう優勝っていうところをね目指して選手たちもやってると思いますし、本当にこう歴史をね塗り替えてもらいたいなっていうふうには思いますね。またなんかね、あのまあ決勝トーナメントまで行くか分かんないですけど、まあ、ドイツ撃破して、で、まあ、アルビもそれこそ J2 優勝、なんかサッカーのいいニュースが続くななんていうふうに思うんですけど。そうですね、新潟県的にはねすごくいい明るいニュースがね多いと思いますんで、はい、まあ、今この強化部という位置としても、J2 優勝して結果を出して、またこうワールドカップでね盛り上がっているので、その流れをこう途絶えさせないようにまたね J1 の舞台でも、いい結果残せるようにね、また、まあ、僕らがねやれることっていうのは少ないですけれども、まあ、代表のこう一体感を持ってねやっていきたいなと思いますね。よご飯とかって一緒に行ったりとかってするんですか、そのコーチだったり監督とか、あ、選手の時ですか。いや、それはなかったですね。 あ、ないんですね。はい、あんまり、それは森保さんだからないってことですか。いや、基本的にあんまりそういう選手と監督ってのはないと、僕も言った記憶ないんで、その例えば離れてからとかはありますけど、その同じねチーム内でやってる時にっていうのはないですね。まあ、まあ昔で言ったらその選手みんな集まってバーベキューしたりとかっていう時にスタッフと一緒にっていうのはありましたけど、だ個人的にその食事に行ったりっていうのは僕はなかったですね。なんかこう森保さんの人柄みたいなのはちょっとあんまり見えてこないな、なんかすごくいい人そうだなっていうのは、はい、なんとなくもうすごく伝わるんですけど、はい、なんかそのあたりのこう垣間見えるところってなんかあるプライベートはなんか新潟でのどんな過ごし方してたのかとか。いやー、正直そこまではね分かんないですけど、ただあの見たまんまの人なんじゃないかなと思いますけどね。というと、いや、やっぱり優しくてこう多分いろんな人にこう信頼されて、っていうのが人から出てると思うんで、まあ、それがこう違うところといいますか、ピッチの外出てちょっと変わるっていうことはないと思うんでね、やっぱりどういう時でもやっぱりこういろんな人に信頼されて、頼られている人だなとは思いますね。まあ今のスタッフもやってるスタッフいますけれども、やっぱり連絡取るって言ってましたし、連絡も来るって言ってたんでね、そういう日本代表の監督になってもそういうまめにねいろんな人に多分こう連絡したり連絡取り合いながらやってるっていうのは、やっぱりその森保さんの変わらない部分じゃないかなと思いますけどね。年齢的にはどのくらい離れてるんですか、本間さんと森保さんっていうのは。10何個離れてると思いますね。あ、そうなんですか。はい、なるほど。だとこうあんまりこうそんなにこう なんか友達感覚っていうより、そうですね、正直そういう感覚まではなかったですね。逆に言ったら、まあ、千葉選手とかはねそういう感じかもしれないですけど、僕はそこまでではなく、はい、やっぱりコーチと選手っていう関係性以上にはなかなかなかったかなとは思いますね。結構明るめの方なんですか、そのこういう裏ではっていうか。いや、本当は明るいですよ、いろんな話してくれますし、はい、そこら辺でじゃあこうコミュニケーションをいろいろ選手とやったりとか、はい、練習中もすごい盛り上げてくれて、そうなんですね、すごい褒めてくれるんで、
プレーとか、はいはい、なるほど、褒め上手な、そうですね、なんかそういう、まあ、あんまりこうダメなとこっていうよりも選手褒めて褒めてっていうのもありましたね。やっぱりこう選手で褒められた方が伸びますか、やっぱり。まあ、まあその人によると思いますけど、まあ、やっぱり褒められた方が選手もね気分いいですし、あ逆にあこのプレーはいいんだと、逆にあこれ言われてないってことはそんなでもないんだな、自分が逆にいいプレーだと思っても。そういう声がかからないと、あまたちょっと違うのかなっていう、見てる方としてはまた違う、チームとしてはもうちょっとこういう違うことを考えてるのかなっていうふうにもちょっと僕は捉えたりしてたんで、そうやって褒められたことによって、あこのプレーがまあ基準なんだなと、求められてるところなんだなっていうのはちょっと考えてましたね。